ろんな琵琶さんが一つになって一つの授業を毎日やっているというのも山形だけですね。で自然とともに一体となって楽しむ文化、作法だったり失礼っていうのに自分の思いを乗せてそれらにこう語らせるっていう営みなんだとは思うんですね。人をねおもてなしするっていう心はどんな流派でもみんな同じです。どうでもいいとこが少々違うようですなっていうふうにおっしゃったんだそうです。